2019明治安田生命 J2 リーグ第38節アルビレックス新潟対京都サンガ FC の一戦をお送りします。新潟のホーム殿下ビッグスワンスタジアムです。今日の新潟市、午前中は雨が降っていましたが昼前には上がりました。天気は曇り、気温17度、湿度 53% というコンディションです。さて今日は試合に先駆けて新潟の高木義明が10月13日の愛媛戦で J2 通算200試合出場を達成しましたので、この高木、そしてその左堀米雄斗も同じ愛媛戦で J2 通算100試合出場を達成したので、この2人に花束が贈られます。では新潟のスターティングイレブンをご紹介します。 4-2-3-1 です。そしてこちらが京都のスターティングイレブン、フォーメーションでご紹介します。 4-3-3 です。クロス、シルビーニョのところ落として渡辺新狙っていきました。マイケル・ジェームズ縦に入れてレオナルド、堀米、そして本間志音、中央にはレオナルド、逆サイド渡辺新がシルビーニョ、レオナルドが拾う、クロス、ここはクリアしました。足元の技術はもちろんヘディングが得意なんだというシルビーニョが今ヘッドで狙っていきました。堀米、クロス、シルビーニョ、シルビーニョが頭で合わせて新潟先制ゴール。新潟がチャンスを一度跳ね返されたが仕留めてみせました。新潟先制。この2人の連携ですね、本間選手、堀米選手の連携でサイドを崩して、あとはこのクロスボールの質も高かったですし、まあ、シルビーニョ選手ね、フリーでしたからね、まあ、しっかりとコースを狙って、しっかり決めたゴールですね。まあ、この2人の関係が非常に良かったと思いますね。小山津、ゴール前には宮吉、そして銭湯がいる。レナン持った、レナン持ったらシュートだ。大谷がナイスセーブ、思い切って狙いました。いいシュートでした。ね、いや、こういった展開の中でも落ち着いてます。シルビーニョ、前を向くレオナルドへ。レオナルドシュート。決まった。レオナルド今シーズン26点目。得点ランクトップ。レオナルドのゴールで新潟追加点。このまずファーストタッチ、まあ、少し足元入ってしまったんですよね。この2つ目ですね、2つ目で自分の一番蹴りやすいところにボールを置いて、もう狙い通りのシュートですよね。宮吉に変えて一味を投入します。レオナルド受けに来る、そのレオナルドとワンツーを狙ったフランシス、レオナルド前を向いてかわす、戻す、シルビーニョシュートにはいけなかった。 PK ですか。どちらを狙っていくか。決めました。ゴールキーパーの清水も、まあ、少し反応はしたんですが、そうですね、手に当たりましたけれどもね、ボールスピードはありましたからね。これでレオナルド今日2点目、今シーズン27点目、得点ランクトップをひた走ります。ここ
ここでボール支配率が出ましたけれども、京都が 59%、まあ、ですからこのボール支配率だけを見るとその両チームの支配率はその試合開始当初からそれほど変わっていないという状況。一味のシュート決まった。一味今シーズン16点目。一味がまあ思い切って狙ってきたシュートは見事だったんですけれども、新潟は一瞬時間が止まったようになりました。そうですね、まあ、このターンですね、しっかりターンして前に飛び出して、まあ、少し大谷選手としては見づらかったのでしょうかね。大部選手当たってますかね。あ、なるほど、少しそれで方向が変わりました。一味前を向いて先頭だ。先頭から小山津、ここはキーパーキャッチ。新潟はよく抑えた。よく反応しましたね、先頭そして小山津。ここで試合終了のホイッスル。新潟が3対1で勝利、 J1 復帰へ、参入プレーオフ圏へ、その可能性を残しましたアルビレックス新潟。残り4試合、奇跡を信じてラストスパートを誓います。